皆さんおはようございます。インダーマークは現代ですカタカナ語クイズ言います。はい、組織内のメンバーを持つ知識や知恵を共有して管理することは何でしょう。これ難しいね。正解はナレッジメントでした。はい、通算成績比較するときに基準としている指標は何でしょうか。正解はベンチマークでした。ではじゃあ、調査で得られた意見や感想などの情報を生かして今後の行動を生かすことは何でしょうか。正解はフィードバックでした。ではインフルエンザコロナでよく行われる世界的規模で同時に流行することは何でしょうか。よくあるよね。正解はパンデミックでした。はい、地震、台風、噴火など自然災害が起きた時の被害状況を予測して指摘された地図何でしょう。これ大体わかるね。正解はハザードマップでございます。はい、では次です。結果があることを公表して回収終了することは何でしょう。よくテレビでも話題ですね。正解はリコールでした。バイバイ。